久保さん、ポルシェ運転しましたにしましょうか。昨日ですね、弟子のポルシェちょっと撮影してきて、ちょっと運転してきたんですけど、結論ですね、自分の車の方がいいっすね。やっぱこれ乗ってみないとわかんないですね。でもね、あんま踏めなかったんで、でもね、吸い付く感じはね、あれでしたけどね。でもね、結構ね、言ってたんですけど、車内、動画も撮ってきて、ポルシェのいろいろチャチいところがあって、1700万でこれか、みたいな、そのバックする時の、車庫入れの時の、ナビゲーションとかもチャチいんすよ。これ、チャチいね、みたいな。そう。でもすげえとこ住んでましたね。眺めすごかったですね。タワマンですよ。そう。屋上に、登れてね、そこからちょっと撮影した。そこも撮影したんですけど、すごかったですね。南の帝王のね、返してくれない方がかわいそうだっていうね。服装で、外観で、なかなか名言ですよね。うん。で、今回は、やっぱやってみないとわかんないってことですよ。その車にも乗ってみないとわかんないんだけども、ぶっちゃけ弟子も言ってましたけど、実家に帰った時に、車を弟子は、親にね、プレゼントしたんですよね。で、ノアだったかな。で、ノアに乗ったけど、プレゼントした車に乗ったけど、ノアの方が良かったみたいなね。乗ってみないとわかんないですね。やってみないと。だから、やった、社内でも結構話してたんですけど、人生何があるかわからないというところで、いろいろね、ポルシェの、チャチいところが、いろいろ喋ってたんですけど、人生何あるかわかんないよね、と。僕もそうだし、久保さんもそうだし、その弟子もそうだし、8年前か。ね。まさかね、ポルシェ乗ってるとは思わないし、僕も助手席に乗ってね、あだこで言ってるの想像つかないし、久保さんとこんなやりとりしてるのも想像つかなかったし、そう。ほんと人生何があるかわかんないと。何があるかわからないからこそ、やってみることだと。でもやってみないと、すべては始まらないし、やってみないと、未来何があるかわからないっていうところにはいけないってことですね。みんなは、ね、億万長者合宿の参加者の、参加希望の人からもね、参加したら億万長者になれるんですかみたいな、ありましたけど、みんなわかんないんですよ。ね、未来のことなんか、ノストラダムスも分かんなかったわけじゃないですか。ね、ノストラダムスも大予言売れましたけど、今地球ありますよ。未来のことは分からないです。分からないからこそやるんですよ。みんな分からないからやらないんだけども。逆に言うと、分かってたら、面白いのかなっていう。ドラクエもね、ドラクエのゲームとかも、全部ね、次にこんな敵が来て、こういう武器を持ってれば絶対勝てるとか、全部冒険のマップが分かっていて、次にどういう敵が来て、この場所に行くとスライムが来てと。じゃあ仮にですね、ドラクエのゲームでね、この場所に行くともう敵がいきなり現れるっていうのは全部分かってたら、それは回避はできますよね。じゃあ回避ができたとしても楽しいのかというところで。だから敵とで一回も遭遇せずクリアみたいなね。ボスは戦わないとダメかもしれないですけど、でもね、敵を一個も、敵から逃れられるけども、敵倒さないとレベル上がんないじゃないですか。だから人生の何があるかわからないからこそ面白いし、面白いって思える人たちっていうのは、何があるかわからないけど挑戦した人たちが、言える言葉で、挑戦してない人は、言えないでしょうね。ずずっと俺には無理だよとかね、どうせやっても無理だよとか、一部の人だよと。うん、確かに一部の人ですよ。人生変えられる人は。でもあなたは一部の人になりたくないんですかと。もう一度言いますけど、確かに成功できる人、一部です。社長になる人も一部です。でもあなたはその一部になりたくないんですかと。今のままでいいんですかというとこです。本当にわかんないです。僕も当時ね、彼が青森から来た時に、1ミリも、ね、将来そうなるとは、1ミリたりとも、久保さんの初めてチャットを読み上げた時に、1ミリもその未来は想像することは僕はできなかった。久保さんも多分チャットを書いてる時に、今のこの僕とのやりとりだったりとか、今の生活を、あとね、年下の奥さんとっていうところは、多分1ミリもイメージで想像できなかったんじゃないですかね。うん。いってらっしゃい。